関陽は中国語圏末期の政治家。字は乗り数。優秀軍の人。祖先は孔順、同族に孔武氏。元の本性は孔だったが優秀では寛と発音されていたので改正した。同郷出身の劉備とは若い頃からの旧知の中であった。早い時期から常に劉備に随伴して共に各地を転々とした。 劉備が慶州に入ると、孫館、美塾と共に十字中郎となり、話し相手になったり使者を務めたりした。劉備が益州に入ると、劉将にその人柄を愛された。劉備と劉将が対立すると、生徒で抵抗する劉将への幸福勧告の使者となった。劉将は、説得に応じ、関陽と同じ古史にのり城を出て、劉備に侵入した。益州平定後は、 秋の将軍に任命され、美塾の次で孫官と並ぶ待遇を受けた。以降の自責は不明で、219年に劉備を漢中央へ推挙した軍神や、221年に劉備を皇帝へ衰退した軍神の中にも館陽の名は見えない。館陽はおおらかで非常に落ち着いた性格であった。また傲慢な性格でもあり、劉備の前であってもだらしない振る舞いを止めなかった。 諸葛両らに対しても全く遠慮せず、自分だけチョイスの上で寝そべったまま談笑することもあった。干抜で禁酒令が出ていた際、酒造道具を持っていたというだけで逮捕された者がいた。ある日、関陽が劉備と共に市街を歩いていた時、関陽は道行く男女を見て、あの二人は陰行の罪を犯そうとしているのになぜ捕らえないのですかと尋ねた。劉備が、 なぜそれがわかるのかと尋ねると、関陽は、あの者たちは、銀行の道具を持っていますからと答えた。劉備は大洗し、手造道具の所有者を許すことにしたという。小説、三国支援儀でも、劉備敗下の文官の一人として登場し、彼の旗揚げから行動を共にする。長坂の戦いでは、曹操軍の追撃による、 混乱の中で負傷し、動けなくなっているところを長運に発見され、命を取り留めている。また、劉将のもとへ、幸福勧告の使者として赴いた時には、劉将廃下の旗に無礼をとがめられ、素直に謝罪している。露筆の三国志集下より、ありがとうございます。